本来の私たちは世界とつながり連動しています。決まった形に固定されず、開かれていて、自由に変化する存在です。その本来の姿に戻ることができれば、孤独も不安もなくなります。そのためには、強すぎる思考を緩め、思考の殻を外してやればいいだけです。今回は、増田明さん著、行きたくなかった僕の殻が割れて森に抱かれた日。 今日、近所の公園でできる森林療法をご紹介します。著者の増田さんは、森林療法トレーナーをされています。大学で物理学や情報工学を学び、大手メーカーで開発に従事しておられました。一方で、長年メンタルの不調に悩まされていたそうです。現在は、20年間続いたうつ状態を脱出した経験を生かして、マインドフルネスの指導をされています。本動画では、 以下の流れでご説明していきます著者がうつ症状を脱出したきっかけ、考える私と感じる私、生きづらさの原因、意識を右脳モードに切り替える実践法、日常での生かし方、著者がうつ症状を脱出するきっかけとなったもの、それは脳科学者ジルボルト・テイラー博士の「奇跡の脳」という本に出会ったことだそうです。 テイラー博士は37歳の時、脳卒中で倒れ、生死の境をさまようという経験をします。しかし博士はその時、それまでに感じたことのないような深い安らぎと幸福感に満たされていました。なぜかというと、この時出血が左脳だけで発生し、左脳の機能だけが停止していたためです。そのことにより、頭の中から思考がすべて消えていました。その時の時体験をテイラー博士は、 頭の中から過去や未来などの時間が消え、自分と外の世界を分ける境界が消え、世界と一つになれた、というように述べておられます。左脳は物事を論理的に説明し、整理し、言語化する働きがあります。一方の右脳は感覚的に物事を捉えます。著者は強すぎる思考、左脳を沈め、感覚、右脳を目覚めさせれば、 自分を長年苦しめてきたものから解放されるかもしれないという気づきを得ます。そして過去に自分が自然や芸術などの美しいものをただ味わっているとき思考が静かになり安らいだ気持ちになったという経験を思い出します。その仮説を確かめるために近所の自然公園へ行き森を感覚で感じるということを試してみることにされたそうです。その時の経験を著者はこのように書いておられます。 葉っぱの色、質感、風で木が揺れ、ざわめく様子、川の音、水面に広がる波紋、青い空、流れる雲、太陽の光。五感を総動員して感覚で自然を感じます。植物の名前などは一切気にしません。名前は思考、作能がつけるものだからです。なるべく思考、作能を使わず、ただ森を感覚、右脳で感じます。 それをひたすら続けます。一日5時間くらいやりました。それを3日ほど続けたところ、私の意識に変化が起こったのです。すぐに分かったのが見え方の変化です。目に映る景色がやけに細かく、やけに鮮明に見えるのです。葉っぱや木の表面の質感、色の鮮やかさ、森の静けさ、空気感、空の青さ、太陽の輝き、すべてがとてつもなく深く、 クリアに感じられます世界がとてもリアルなのです生々しく美しく生き生きとしています例えるなら白黒のアナログテレビが 4K のカラーテレビになったかのようですまるで今まで自分を覆っていた硬い殻が割れて急に視界が開け目の前にリアルな世界が現れたようでした本物の世界に戻ってきたんだそう感じました 考える私と感じる私。左能の働きは以下の3つに分けられます。まず、境界を作り出すという働きがあります。これは自分と自分以外を分けるものです。次に、時間を作り出します。過去から未来へと出来事を時系列に並べることで、時間の流れという概念を作り出します。そのことにより、未来を予測するという働きもあります。 次に言語を作り出します言葉を喋ったり理解したりしますそれに対して右脳は感覚的で物事を全体的に捉えたり雰囲気空気感など言葉にできない感覚を感じ取ります著者は左脳を考える私右脳を感じる私というように表現されています現代社会ではなんとなく感じたこと言語化できないもの感覚的なものは 論理的でではなないと見なされれ軽く扱われがちです考える私ばかりが働いて、感じる私が無視される状態が慢性化することで、苦しくなり、緊張し、分離感、孤立感が強まっている人が多いのではないか、と述べておられます。生きづらさの原因。生きづらさの原因について、著者は思考が強すぎることだ、と述べておられます。動物も人間も身に危険が迫ると、 不安や恐怖を感じ、逃げるか戦うか、どちらかの反応します。これは本能的な反応です。ただし、動物と人間の違いは、人間の場合、実際に身に危険が迫っていなくても、不安や恐怖を感じてしまうことです。まだ起きていない未来の危険を予測したり、出来事にネガティブな意味づけをしたりします。この予測や意味づけによって生じた不安や恐怖は、実在するわけではないので、 逃げたり戦ったりすることができませんこのことにより慢性的な緊張感不安感につながっていきます思考が強ければ強いほどその傾向は強くなります思考は物事を分離し固定化するという働きもありますそれによってさまざまな技術や学問が発展してきましたけれどもそれを自分自身に対して行うと自分と世界とを分離して固定化してしまいます その方が何かと便利ではあるけれども世界から切り離されていると感じ孤独感に苛まれてしまいますその状態から抜け出すためには過剰に働く思考を鎮める必要があります思考と感覚はシーソーのような関係になっているため思考を減らすには感覚を増やすことであると著者は説明しておられます意識を右脳モードに切り替える実践法意識を右脳モードに切り替える方法の一つ目です まず、感覚はは取取りにに行くく、ののででなく受け取るよううすす。がコツだそうです感覚を頑張って得ようとすると力みすぎてしまうためです。本来は感覚というものは受け取るものであるため頑張らずに力を抜いて入ってくる感覚をガードしないようにします。そして入ってきた感覚を維持しようと強くつかまず次から次へと入ってくるに任せると良いとして著者はこのように述べておられます。 今ある感覚はすぐに流れて行き、次の新しい感覚がやってきます。どんどんやってきて、どんどん去っていきます。だから、一つ一つの感覚をいちいち掴んでいてはとても間に合いません。感覚の流れに乗ることができません。掴まず、感覚の流れを受け入れる。自分を流れに明け渡し、ただ感じている。そんなイメージです。感覚を受け取るにあたって、著者は、 意識の門を開け放つという言葉で説明しておられます。人は、五感から得られる感覚を閉じようとする癖があるとのことです。感覚を受け取ることに抵抗があるのです。また、感覚を受け取った後、二次的な思考や感情が発生することがあります。例えば、ウグイスの声が聞こえたとき、ウグイスといえば、というように思考が始まることがあります。この二次的に起こる思考や感情に対して反応しないようにとのことです。 感覚を受け取ることに抵抗を覚えたり、二次的な思考が生じやすいのは、普段私たちが人工物に囲まれているためだそうです。人工物というのは、車の音、電子音、派手な広告などです。人間が人工的な都市で暮らすようになったのは、長い人類の歴史のほんの100年くらい前のため、人は都市部の刺激に対して疲れやすいという傾向があります。一方、鳥の声、風の声、 水の音など自然の音に対しては感覚をシャットアウトしたいという反応をしたり、二次的な思考は生じにくいとのことです。意識を右脳モードに切り替える方法の2番目、それは体内感覚と体外感覚を連動させることです。体内感覚とは胸やお腹の感覚、足の感覚など体の内側で感じるものです。また体内感覚には心の感覚も含まれ、安らかさ、爽快感、 穏やかさなども体内感覚の一つとのことです。一方の体外感覚は五感を通して外の世界を感じることです。著者はこの2つは連動していると説明しておられます。例えば、広い原っぱに行ったら解放感を感じたというようなものです。広い原っぱを視覚で捉えた結果、体内に解放感が発生したと言えるためです。著者は、 感じることには三つのステップがあると言います。まず、体の外側に意識を向けること。次に、外からの感覚を受け取ること。最後に、内側の感覚を感じることです。この連動は常に起きているとして、著者はこのように述べておられます。人間の体内には常に微細な体内感覚が生じています。その感覚は何かを見たり聞いたり触れたりすると連動して現れ、 変化していきます。晴れた空を見ると爽やかな感覚を感じます。広い場所に出ると開放感を感じます。静かな森に入ると落ち着いた感覚を感じます。夕日を見ると美しさの感覚を感じます。その感覚は固定されず、刻々と変化していきます。このような感覚は常に現れ、常に変化します。感覚に意識を向けていると、その変化を感じられます。逆に思考に忙しく、 感覚に意識が向いていないと、その変化は分かりません。著者は、景色を見たときに体内感覚を感じられないと、臨場感やリアルさを感じられないと述べておられます。かつて、頭が思考で忙しく、感覚が鈍っていた頃の著者は、旅先で名所と言われる景色を見ても、全く感動できなかったそうです。それは、実際の景色を見て生じた体内感覚に意識を向けていなかったため、 写真で見るのと大して変わらないと思えていたためです。現代人の多くが人生が味気ないと感じる理由もここにあるのではないかとしてこのように述べておられます。刺激を強くしても人生の味気なさは解消されません。根本的に方向が間違っています。刺激を強くするのではなく自分の感度を上げるんです。強い感覚を求めるのではなくささやかな感覚に気づきよく味わうことです。 薄味の和食をじっくり味わい、その美味しさに気づくようなものです。味の濃いジャンクフードにさらにソースをかけて味を濃くしても、本当の美味しさは味わえません。意識を右脳モードに切り替える方法の三つ目です。それは、体を透明化するということです。私たちは自分がどんな姿をしているのかを自分で知ることはできません。鏡や写真を通して知ることはできますが、 直接自分の顔を見ることはできないためです。けれども常に頭の中には自分はこういう顔でこういう姿をしているというイメージがあるのではないでしょうか。しかしこれは思考で作ったイメージに過ぎないと著者は述べておられます。本当に直接知ることができる自分とは身体感覚のみであり、身体感覚には形がなくぼんやりとした感覚の集合体です。つまりもし完全に思考が止まり、 身体感覚だけになると、自分のイメージ、つまり自分が消えたように感じられるとのことです。このことを著者は、体の透明化と呼んでおられます。誰かを思い浮かべるときに、真っ先に相手の顔が思い浮かぶように、顔は個人のアイデンティティであり、自分のイメージの中心になっています。外の世界と接するとき、顔を起点としてイメージしていると著者は言います。例えば 人と会っているとき、自分の顔と相手の顔が真正面で向き合っているイメージを持っているかと思います。このとき、自分の顔のイメージが強ければ強いほど、相手との間に心理的な壁ができます。相手への警戒心が強いとき、目や眉間に力が入り、より顔に意識が集中し、それが相手との間に壁を作って、相手の話をすんなりと受け入れられないという状態を作り出します。 相手を警戒せずリラックスしているときは顔の力が緩み顔への意識の集中が緩み相手との間にある壁も薄くなります。結果相手の話を素直に受け取れるようになります。顔の前に作った境界を緩めるには顔に集中させた意識を奥へ下側へと潜らせることだとして著者はこのように説明しておられます。背中のあたりまで意識を潜らせ そこから広い視野で世界を眺めてみてください。背中から見ているイメージです。すると力が抜けて境界が薄くなり、外から入ってくる感覚を跳ね返さなくなります。一歩下がって世界を受け入れるスタンスです。背中側から世界を見ていると顔の前に境界ができず、世界がすんなりと体内に入ってきます。顔を突き出し、外の世界と対立するのではなく、一歩下がって 外の世界を受け入れるのです。ここからは森林療法の具体的な実践方法についてご説明していきます。まず場所についてです。場所は本格的な山でなくても自然の多い公園が良いとのことです。なるべく一人で行いますが、人と一緒に行く場合は言葉を使うと作能が働いてしまうので会話は控えめにしてくださいとのことです。そして、 時間は気にしないようにします。時間の確認をすると、左脳が働いてしまうためです。そのため、必要最低限の時間確認に留めます。次に、スマホは見ないようにしてください、とのことです。電子機器は強烈に左脳を刺激してしまうため、時間の確認などは、スマホを見ずに、タイマーにしたり、腕時計を持つなどを進めておられました。次に、急がずゆっくり歩くことです。これは 目的地を目指して歩かないということです。目的地を設定してしまうと、目的地に到着した未来に意識が向いてしまうためです。著者は100メートルを30分以上かけて歩くくらいのペースで行っておられるそうです。途中でしょっちゅう立ち止まり、植物や景色などをじっくり眺めるのだそうです。できれば2、3時間ほどできたら良いのですが、時間がなければ1時間でも効果を感じられるとのことです。 この時、自然を頭で理解するのではなく、感覚で感じるようにするとのことです。そのことについて著者はこのように述べておられます。色や質感に注目するといいですね。木の表面のザラザラ感、葉っぱのツヤツヤ感、緑の濃さなどに注目します。よく見ると、木の一本一本、葉っぱ一枚一枚で色や質感が違います。同じ葉っぱでも光の当たり方が変われば、 また見え方が変わります。コンクリートと土では歩いた時の足の感触や体の感覚も違います。そういった違いも感じてみましょう。川や池など水の近くは感覚優位になりやすいです。水の流れる音や水面の波、光の反射などを眺め、その空気感を感じ取りましょう。空を眺めたり、鳥の声を聞いたり、風の感触を感じたり、 とにかく自然を感覚で感じましょう。外の世界を五感で受け取ることで、自分の内側の感覚が変化するのを感じます。注意点としては、思考や感情が湧いてきても、それを無理やり抑え込もうとしたり、否定したりしないことです。そして、力んで集中しすぎないようにすること、とも述べておられました。無理せず、疲れたり調子が悪くなったら、中断して休んでください、とのことです。 日常での生かし方。ワークに取り組んでいくと、意識が固く閉じた意識から広く開いた意識になり、生きやすくなると言います。そのメカニズムについて、著者はこのように述べておられます。広い意識でいると、ネガティブなエネルギーは広いスペースに発散されて、徐々に溶けて消えていきます。怒りや不安が起こらないというよりは、起きても消えるのが早いんです。 頑張ってネガティブを消したりポジティブに変えたりするわけではありません。そうやってコントロールしようとするとネガティブなことに意識がフォーカスし狭く硬い意識に戻ってしまいます。そうなるとネガティブをがっちりとつかんでしまい二次的な反応を繰り返しかえってネガティブが持続してしまいます。ネガティブなこと自体を変えようとするのではなくネガティブを内に含んだままで意識の状態を広く緩く変えていくのです。 そうすれば、ネガティブに直接アプローチしなくても、結果的にネガティブが解消されていきます。思考や感情の中身が大事なのではなく、それを取り巻く意識の状態が大事なんです。中身が何であっても、そのエネルギーが発散されてしまえば、楽になります。思考の中身にこだわって、ああでもない、こうでもないといじりまわしていると、エネルギーが発散されず、かえって強まりやすいです。皆さんも、 悩み自体が解決していなくてもいつの間にか気にならなくなることってありますよねそれは悩みのネガティブなエネルギーが意識のスペースに発散され解消されたということですネガティブを消そうと頑張るよりエネルギーが発散できる意識のスペースを作ってやりましょう以上になります自然に触れることの大切さについては最近様々なところで見聞きするのですが本書では 具体的にどうすればよいのかが詳しく書かれていて非常に参考になりました。紙面上で体験できる具体的なワークも複数掲載されていましたので興味のある方はぜひ手に取って読んでみてください。グッドボタン、コメントいつもありがとうございます。すべてのコメントにお返しできてはいませんが楽しく目を通させていただいています。本日は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。